こんにちは、井田翔吾です。読書セラピストとして本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。本を語る人とつながるをテーマに、札幌ゼロ読書会の主催や人間学を学ぶ月刊誌である父の読書会である北海道父若獅子の会の世話人をしています。今回紹介する本は岡本裕也さんの全員がサラダバーに行ってる時に全部のカバン見てる役割という一冊になります。こちらは幻冬舎から出版されています。2022年5月に開催しました、読書会で紹介をした一冊になります。この時ですね、この本を読むきっかけになったのが、飲み会にちょっと出かけた際に待ち合わせの時間までちょっと時間があったので、偶然立ち寄った本屋さんでサイン本があり手に取りました。サイン本を見るとなかなかちょっとワクワク感が増して、とりあえず手に取ってみて買うかっていうのを吟味をしています。でこの本に関しては数ページめくった時なんか面白そうだなっていう匂いがプンプンとしていたので、購入を決めました。で岡本裕也さんは著者の方ですね、札幌吉本所属のお笑い芸人さんで、スキンヘッドカメラというコンビで活動をされているそうです。そのお笑い芸人の活動の一方で短歌を読まれているということで、自身のことを歌人芸人というふうに、自己紹介をされていました。一般的に短歌と言われますと、五七五七七の31音が定型にはなってますが、岡本さんのものはそれに縛られないフリースタイルという、もので読まれています。短歌や俳句などの詩歌の本はですね、その短歌がずらっと並べられていることが多いんですけども、この本は短歌とセットでエッセイが載っていまして、もちろん全てではないんですけども、短歌があって、そのエッセイを読むことでその短歌の背景を知ることができるという形になっています。自身でも書かれてるんですけども、岡本さんはなんだか小さな不幸が集まる方なのかなっていうふうに思いました。そこで読んでいる人の小さな不幸を吸い取ってくれる感じすらありました。で、印象に残ってるのをいくつかご紹介できたらなと思うんですけども、一つ目が本のタイトルにもなってる、全員がサラダバーに行ってる時に全部のカバンを見てる役割というのが、なんか情景がすぐ思い浮かぶんじゃないかなと思います。自分だったらですね、みんなのために、思って残ってあげって言ったのに、なんでサラダバー行かないのとか言われると、なんかちょっとムスッとしてしまいそうです。またですね、小さい不幸も多いのですが、気づきを得ることもできるのもあります。それがですね、生きていいと未来が言っている、予定があるってそういうことだというのがあるんですよね。生きてる意味って深く考えなくても、予定があるならそこに向かって、生きていけばいいのかなと、ちょっと気持ちが楽になりそうな感じがします。わかるなというふうに思わずうなりたくなるような歌がですね多かったので、書店で見つけたらぜひ手に取っていただけたらいいなというふうに思います。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次回も楽しみにしていてください。井田翔吾でした。